基礎演習の中身は終わってるんだけども、その最後の3人分に関して、ちょっともう時間の関係もあって、説明し終えてない気がするので、一応録画で足しておこうかと思うんだけども、まあ、一応本体終わってるから、視聴は任意ってことで、猫の鳴き声。だって一応文字見ながらやると、これ後で付き合おうかと思うけども、佐川君と田上さんと植松さんの分が3人ってわけだけども、まあちょっと並行して、それぞれの、発表者が出した文字も見てもらうといいんだけども、その佐川君の方がいこうかね。今我々が、耳にするような環境論、肯定も否定もすべて込みにして、その環境論が、どの地盤の上で、議論しているのか、で、それぞれが、まあ、対立し合うってことはある意味で共通の地盤を持ってるわけなんだけども、その共通の地盤自身がいかなるものかって話は、まあ、あまり目にされることもなく、かつ気にされることもないのだけども、そこは実は、その思想的な非常に大事なことであると。で、それはその歴史を論じることにもつながっていて、とりわけ資本主義をも成立させる大きな時代の変化、区分、推移っていうふうなことが、どこから来て、そこへと至って、かつ今につながっているのかって話で、そこを、見ることができるとすれば、その議論の幅も広がるというか、その対立してるかに見えるところの、そのさらに大きな果てみたいなことも見ることができるってんだね。その非常に大事な話なんだけども、その意味で、そのキリスト教的な議論が、下敷きになっているのかという点は、大変大事な指摘で、まあ、端的に言えばその通りであるってんだね。近代市民社会っていうふうなことと、自由な資本の移動、あるいは自由な産業活動、まあ、括弧その移動の自由を含むっていうふうな、そんなふうなことも起こってるわけだけども、この近代市民社会に関する認識、あるいは猫識、普通認識ね、認識がいかなるものかといった場合、多くの人々は、特に法学部生とかは、そのキリスト教的なものを、そういういろんな以前のしがらみから、決別してこそ、その近代市民社会、あるいは自由なる個人というふうなものが獲得され得たというふうな見方をする人が多いと思うけども、それはかなりその楽観的な見方であると言うべきで、ユダヤとかその他のもの、あるいは仏教でもいいんだけども、イスラムでも何でもいろいろと考えることができればそれ何でもいいんだけども、実はその個別性、個人っていうふうなことを語った、宗教ってのは意外と少ない。とりわけじゃなかった。その宗教じゃなくってギリシャとかもカウントして考えた場合、つまりギリシャの生き様ってことを考えて、そういうものも加えて考えてみても、むしろ普通集団なんですね。集団っていう言い方が当たってるかどうか知らんけども、個人じゃない。魂の個別性ではない。むしろ極めて集合的、集団的、みんなで生き延びる的な意味での、そういう生きる場面をまずは構築しようとした。そこに、まあ、特別な、なんつうんだろうね、殴り込みかけるような形で入ってきたのがキリスト教的な思想であり、それはもう一回言うと、初期キリスト教ね、初期からつながっているキリスト教ってことで、詳しく、ちょっとだけ詳しく言うと、集団的な生き様をしているユダヤに対して、ユダヤ的な思想に対して、民族的な、範囲で考えちゃいかん。むしろ、すべての人に救済が、
もたらされるべきであり、かつそれが可能であるっていうふうに言い切るとき、そのユダヤ的な民族共同体から人間を規定するんじゃなくて、じゃあ何から規定するかっていうふうに言ったときに、まあ、簡単に言えば個々の魂であると。個々の魂っていうふうなことの中に同時に、各人がそれぞれ担わなきゃいけない現在っていうふうなことも関係するんだけども、その現在っていうふうなことを語ったかなり珍しい宗教であるキリスト教は、その現在っていうのを普遍的でかつ個別的だっていうふうな、そんなもんとしてわけね。誰にも関係するけども、しかし、他の人に代わってもらうことができるという意味で、みんなのものじゃない。むしろ、みんなは助けにならないってんだね。おのおの自ら、問われておる。生き様が問われておる。その生き様に即して、その救済がもたらされ得たりされなかったりするっていうような意味で、個別性を、まあ、軸にしてこそ、ああいう教団が、つまり民族を超えた教団が成立し得たってことね。その意味で、個別性、個人、これの元祖はキリスト教であると。そう考えた場合、その単純な意味で、18世紀、19世紀とかにおいて、キリスト教からの解放とかっていう趣旨で、個人ってことが語られたかというと、それは極めて危うい議論であると。足元をすくわれる議論であると。むしろ、個別性を、なんて言うんだろう、基軸に据えていたその思想が、むしろ、競り方というふうに、近代市民社会の成立の推移を見ることすらできるってね。それまでなんで個別的なものを、キリスト教が弾圧してきたかに見えるかに関しては、各自でもう一回考えるといいですね。まあ、いずれにしろあの、今の我々がしている形態は、それを、まあ、いわば、法治国家という形で完成へと至らしめて、ヘーゲルも込みにして、キリスト教の関係者であると。この点、まあ、ちゃんといろいろと本文読んだことがあるといいんだけども、以前、宗教学の授業とかでは、ジョン・ロックのものとか読んだんだけども、ジョン・ロックというのは、なんて言うんだろうね、まずはキリスト教なんじゃないんだね。まずはキリスト教論者であると。このキリスト教論者としての生き様を考えた場合に、その市民政府っていうふうなことがあり得るっていう順番であり、決してそのキリスト教の、教会の権威を排除したら市民社会ができるって話なんてのは、まあ、読んでみれば一つもしていないと。それは大事なポイントなんですね。そういうことだから、そういう個々人が集まって、かつ一つの普遍性の新たな生き方としての市民、あるいは社会、あるいは国家を形成するっていうふうな、まあ、仕切り直された、個別性の再編成っていうふうな、そのような意味で成立しつつあったのが、あれね。ロックとかヘーゲルとかに至る時代の、近代国家であると。その時に、今我々が知ってるような領土を持ってそれぞれが、市民が自らの集団のために、まあ、振る舞う、そういう国家がね、もともとはそんな風な国家軍ができるかどうかは出たとこ勝負だったんだけども、多くのその思想家は、なるべくならヨーロッパ全体のような大きな社会を考えたわけだけども、実際の推移の中では、いわゆるネーションステイツが生じるわけでね。つまり、個々別々にそれぞれの集団、民族集団に即して、言語集団に即して、単位を形成し、かつそれぞれが牽制し合うような意味での、近代諸国家軍が出てきたわけだけども、それとてやはり、さっき言ったキリスト教的な、
個別性、集団性の延長なわけなんでね。そう考えた場合、そしてこの授業でも説明したから、今は省略するけども、その自然に対する人間の位置づけも、同じ時期に大きく変異した。まあ、討議を教える、討議をすべきもんとして、つまりそれまでなかった言葉である、その対象として自然を考えるとね。自然を自分が加工すべき素材として考えるっていうふうな意味での、そんなふうな自然観も、同時に、ちょうど同時に出てくる。まあ、それは多分、いわゆるその市民意識みたいなこと、自立した市民みたいなことの、その自分の力量で、いか社会じゃなくて、その世界をいかんともし得るっていうふうな意味での、そういう動向とともに自然に対する立場も変わったわけだろうかね。自然を調伏するために、その神の権威とか、教会をその敬意する必要がないと。以前ならば、疫病が流行った場合は、神父に頼むしかないんでね、神父にネズミ破門してもらうとか、そんなふうなことしかなかったかもしれないけども、今では、というか近代市民社会の中では、自ら集団的防衛を、構築し、まあ、ヘーゲルとかも実は、そのチフスかな、ペストかな、ペストじゃないか、チフスかなんかの集団的、その、蔓延に、なんつうんだ、ボランティアとして参加して、死に至るわけだけども、そんな風に、市民として、個別的な市民として、そこに身を投じる形で、内側も外側も、防衛するというふうな、そんなふうな市民的義務も生じるわけね。というか、そういう義務に即して個別性が、個人が語られるような場面が始まった。で、それが、その同時に、経済主体であると。大事な話だけども、その、いわゆる人権宣言の中で、それからその最後の17条で語られているのが、財産権ね、プロパティが、神聖不可侵な、まあ、市民社会の原理であるっていう宣言がなされていて、人々が、それをめぐって動く中心みたいなものに財産があった。で、市民が市民であること、あることの基盤に財産があったと。というわけで、よかれしかれ、その我々が知ってる近代市民社会は、その財産権に即して、その財産の、処分権に関して、個別的な個人が個人であり得るような、そういう共同性を我々のその知ってる社会と考えたわけなんだね。これの中でしかおそらく資本主義が動いておらず、かつ、さらにその内部でしか環境論が動いてないとすれば、それはその、ヘーゲル的には、そこに全てがあるっていうふうに、あと、最終的に成立したものが全て理性を代弁してるっていうふうな楽観的なというか、その、かなりその先端的な見方をすれば、これが全てなのかもしれないけども、しかし、おそらくそうでなかろうと。そのキリスト教の外部があり得て、かつ、他のタイプの、集団をこそ旨とするポリスを第一義として、そこにそれぞれのものが配置されるっていうふうな、そんな、まあ、別の市民観とか、ローマもまた異なり、おそらく日本も異なるわけだけども、しかし、これこそが、唯一あり得るべき社会だっていうふうな形で、明治維新その他、軍事力とかによって圧倒されながら、そういう近代国家軍に組み入れられた、日本をはじめとした諸国、中国も、まんま言いなりになってそうなってんだけども、そういうふうな中で議論すると、一方向にしか話が向かないかもしれない。そうじゃない外っていうふうなことがあり得るのかって話ね。あり得るだろうって言うんだね。そのあり得るだろうって話が、その、
佐川論であるという話で、斎藤幸平が目指しているところがどこにあるのかっていうところで、その反発されるのは、斎藤論が反発されるのは、あの議論が、近代市民社会を破壊するんじゃないか。近代市民社会で獲得されている市民的安寧が破壊されるんじゃないかっていうふうな、そういう危惧とともに反論がなされるわけね。そういう非常にコンサバティブに現存するここに2、300年の、200年いくらかのあの部分を最もまともで最も安定した我々が獲得し得た共同体であるっていうふうに、それを前提として考えると、斎藤論が破壊的であり、実現不可能であるかに見え、かつ、なんだろうね、何か違和感を覚える議論に見える。あるいは非常に幼稚な議論からすれば、理想論に見える。それは我々が知らずに、あれだね、これこそが、社会、これこそが市民、これこそが人間っていうふうなことを、ここ200年植え付けられ続けている、再生産をしているっていうふうなところに、その中でしか教育を設けてないっていうふうなところが、大きく響いてるわけだろうかね。そのわけで、人間中心主義っていう、指摘があった当時、人間だよね。それを、非常に狭い目で考えて、計算し、財産を享受する、それこそが人間の、意味であるっていうふうな、そういう労働観に即して、これ、マルクスにも批判され、ヘーゲルが考えてたわけでもない、そういう労働観なんだけども、そこに、のみ、人間の意味を見出して話を続けると、非常に大きな抵抗があり得るってことですね。それを、もう一段大きな場面で議論し直すっていうふうなことが、おそらく、その後半の、秋学期の読解の意味となっていくだろうね。というのが、ここまでが1個目の話だね。にゃーんと長かったけど、1個目の話ね。それで、田辺さんの話、ちょっと腰を折ってしまって申し訳ないんだけども、本来最後の部分を、やりたかったんだろうけども、ちょっと時間があまりなかったからね。そういうわけで、説明始めるんだけども、録画されてるかな？もうちょっと一旦確認するか、待ってくださいね。録画、何ね？あれ？違う。録画されてんの？されてるよ。そういうわけで、いわゆる脱物質化っていう言葉が出てきて、その意味を検討しようと。その脱物質化っていうのは、その斎藤氏の本の中で、という神話っていうふうな意味で使われていたわけで、なんつうんだろうね。こういうことを語ってる者がおる。だからそれどうなのっていうふうなことで、まあそれ、詳しく、その場っていうのは斎藤論の中で論じられていなかったために、それを掘ってもらっただけね。その話をするために、もう一段その古い時代から見ていくと、キリスト教神学の話だけども、ギリシャから受け継いだ、世界観におけるキリスト教的な、カトリック的な世界観は、物質と精神っていうふうな、地上と天上、その肉と霊というふうに言ってもいいんだけど、肉的なものとしての物質と、それとその霊的なものとしての精神っていうふうな、その二重性というべきか、二者択一みたいな関係で世界を見るというのは、日本人からすればそもそも異質な見方かもしれないけども、しかし、西洋的なものが作り出した全てのシステムは、この対立を常に参照しながら成立してきたもんだから、これを、無視しちゃいかん。というわけで、脱物質化って話は、基本的にはあれだね。
その、あれ、待って。これ書いちゃったけども、その、経済学の方面の人間が、なんつうんだろう、情報革命とかなんかいろんなことを言いながら、産業の進展を、まあ、歴史的に整理しながら、かつ、今こんな立派なところにおるっていうふうな、そういう自画自賛的な意味で、使う場合が多く、かつそれは、あたかも、マルクスが議論していた物証化って、前話した物証化ね、フェアディングリヒュームってやつだけども、それを回避してるかのごとくの話としてなされる。物質世界、マテリアルワールドじゃなくって、もっと豊かな精神的世界がここに開けておるみたいな、そういうちょっとたわごと的なね、非常に幼稚な話をする人が多いと思うんだけども、まあ、知能の低いアメリカ人とかがするわけだけども、それを検討してみようってんだね。で、最終的にその斎藤浩平が言いたいのは、脱物質化論者ってのは、結局その、グリーンニューデルとかもあったけども、そういう、成長神話ってことを常にその捨てずに、成長の一つの新たな原動力であると。むしろ、こちらの方に進んでいけば、いろんな問題も回避しつつ、環境論すらもうまく回避しつつ、なんら、まずい方に行かないっていうふうな、そういうね、まあ、スティグリスとかもそうかもしれないけども、そういう、産業関係論じゃないですね。その意味で、資本主義の総区であろうって話になるんだけども、ちょっとゆっくり考えてみよう。論じられてた通りだから、書いてあったものを、田辺さんのやつを読んでみればいいと思うんだけども、あれだっけ。ちょっとこれを押して、そのね、様々な意味で、物質的なものから離脱しておるって話、まあ、実際そういう論者が引用する、いわゆる鉄鋼の使用量とかに関しては、実はその様々な置き換わりがあるわけであって、そのまず、あれだよね、化学物質みたいなものの分解し得ないような化学物質の使用量が増えることによって、様々なものの資源量を削減することが一つと、それから、あれね、その中の大きな一つとして、あれだよね、絶対見失っちゃいけないことは、アメリカはもともと石油関係の輸入国だったんだけども、ガスも石油、液体の石油も今、その世界一の輸出国なんだよね。で、それを成し得たのは、ちょっとこれ、引用変えようか、ちょっと待って。にゃーん。共有停止ができなくなった。これだ。もう一回共有するんだけども、どれだっけ？これか。合ってるかな。水圧破砕法ってのは、これ特別な環境破壊的な化学物質を含んだ水を注入するってことね。それでシェールオイル、シェールガスを、有効な形で、吸い出してくるっていうふうなことで、かなり環境負荷が多い形で、以前ならば、掘ろうと思っても、コストが見合う形では掘れなかったものを、商売できるほどにの安価な掘り方で手にすることができ、それを集めて、パイプラインとかで取りまとめて、国内で使いもし、売ってるってことね。これがあるから非常に強気なんだよね、アメリカは。ロシアが攻めれば攻めるほど自分たちの商売がうまく進んでいくっていうふうなもの、それの図式で、ロシアはけしかけもしたし、かつ、そのヨーロッパとか日本とかが不利な状態になっているのを喜んで見てるわけだよね。そういうわけで、絶対的使用量は増える。
かつ全体的なその購入の額も増えるって言うんだけども、まあ、その話は置いとこうか。この脱物質化っていうふうなものは、むしろ少ない資源で多くのものを作るっていうのは、むしろ石油の輸出は増えると考えたわけね。つまり温暖化ガスは増えると考えたんですね。そういうわけで、ちょっともう一回戻るんだけども、BB45。あれ？マイクロソフト、これだ。それでね、僕の話で、いわゆるサービス産業が、比重が増すっていうふうな話は、日本でもそうだよね。実は面白い話だけども、面白くないかもしれないけども、我が輩が小学生の時に、日本の産業構造の、つまり、労働人口の7割ぐらいが、いわゆる農業であったと。それで、その頃、イギリスは7割ぐらいがやはり、そのサービス業であったと。えらく違うなと思ったんだけども、それで、なんでそんな風にサービス業だけやって生きていけるのって言ったらば、基本的に農業生産物とかは輸入するからだよね。そういうわけで、輸入するというふうな意味で、自国外で作られたものを、まあ、より効率的に稼いだ価格で購入するっていうふうなことで、まあ、日本もそちらの方に転換した。農業生産からの離脱みたいなことが、都市労働者を、なんつうんだろうね、増産して、それによる、国富みたいなことを国策的に導入したわけだね。それが、まあ、サービス産業の交流でもあるわけだけども、同時に今みたいな食料危機みたいなことが起こったら、その脆弱さが途端に、露呈しもすると。むしろ今の現状を考えた場合、どっちかっていうと、以前ならばコスト的に海外から買った方が安いから海外から買い、かつその分農業に従事せずに、あれこれ別のと言っても、ほとんど選択の余地なく、バカバカしい不動産業とか、バカバカしい外食産業とかね、何食べてるかわからないような、マクドナルドとか、そんな感じの、余計な、食べなくてもいいようなものの、外食産業とかが多いと思うんだけども、まあそういうあれね、あとはどうでもいいような広告業とかね、そんな風なもので、人々は、仕事をしていた。しかし、まあ、今となると、そういう余計な仕事をせずに、ちゃんとした額が、もし、払われるんであれば、国内でもう一度、食料を作るいい機会ではあるんだよね。ちゃんとみんなが余計なもんに金払わずに、そういうところにきちんと出費し、それぞれが潤うのであればね。それいいんだけども、今の何言いたいかっていうと、その当事国のサービス産業化というのは、常に外部化であると。あたかもアフリカ諸国まで、すべてサービス産業とかで暮らしていくことができると思ってるような幻想があるけども、そんなことはなくて、誰かが作るわけだよね。誰かが作って、生活基礎物資ができるわけだけども、それは常にどっかで誰かが作ってる。しかもさっきの先頭の話に戻ると、国内で使用される、使用じゃなくて生産される鉄鋼とかの量は減るわけだけども、今、100億トンかの、日本の100倍ぐらいの鉄鋼を中国が作るわけでね。それで、いわゆるサプライチェーンと言われているものがあり、サプライチェーンと書いたけども、サプライチェーンとは、まあ、なんつうんだろう、上品な言い方してるけども、他に作らせるって言ったね。安く他に作らせて、上積みだけ、買い取るっていうふうなことで、外で使わせた、外から買ったものをカウントせずに、
統計を取ってるのが話の基本にあって、つまり、全体が減ってるかっていうと、全くそういう話じゃなくて、より安くより多く作るために分配してると。分配というか作らせてるっていうふうなことが背後にあるわけですね。そして、その分、その自国で何してるかっていうと、基本的にそのブルシットなジョブをしてると。どうでもいい話をしてると。何もなんないものをあれして、消費だけは一人前って言うんだね。消費だけは一人前にするけども、何を作ってるかっていうと、ブルシットなもんであるというわけで、しかし、これがどういう形で、周り得てるかというと、それは、やはりいろんな意味での付け回しなんですね。どこに付け回しするかって言った場合、その脱物質化っていうのは、なんかそのアイデアを出しましたみたいな話とか、そのバカバカしいウーバーとか、ウーバーってわかるかね？配車サービスね。そんな風なビジネスモデルとかを提供したとか、そんな風なもので、金をせしめながら、現場に様々なものを押し付けながら、しかし何か新しい産業が起こってるというふうな、そんな幻想を、抱かせ、そういうものこそが、株価が上がってるわけだけども、ウーバーってわかるかね？その配車サービスなんだけども、暇な人間がというよりも仕事あぶれた人間が自宅にいながら自分の車かなんかを用意して、それでそのタクシーまがいのことをすると。そのタクシーではないというふうに言い張っていて、知り合いを送ってるだけだっていうふうな話ね。知り合いっていうのは3秒前にネットでつながって知り合いとなった人間なんだけども、つまり会社にどっからどこまで乗りたいってことを告げてきた人間が、その一番近いところにいる、その関係者に通知して、いつ何時何分まで、その車であれして、こういう人間を拾って、どこそこまで送れっていうふうな、すると、その分お金払ってやるからっていうふうな、そういう単なるネットの上積みで、その商売をする、そのブルシットの会社なんだけども、で、好きな時間に働けていいとか言ってるんだけども、で、客も安く、手軽に、一番手早く車確保できるとかって言うんだけども、いろんな幸せがあるわけだよね。例えば、フランスにその制度が輸入されて、マクロンとかが、当時財務大臣のマクロンとかが、その賄賂をもらいながら、それをフランスに、導入したんだけども、許可したんだけども、実はフランスでは、1000万ぐらい用意して、タクシーの営業免許を買ってたんだね。その人間をすべて、失業させるようなものを導入した。そのお金貯めて、基本的なそのいろんな要件を満たし、そして自分が悪人じゃない、それでかつ、いつどこに誰が運んだとかっていうふうな記録を残し、犯罪が起こらないようにして、で、しかも、雨の日も、雪の日も、必ずどっかに、駅と駅前には、車が入れるような形で、そういう形で、いわゆる、なんだろうね、社会基盤をなすような形で、タクシー業界があったんだけども、それをすべて、そこの関係者をすべて追い出して、安く、手早く、しかし、非常に不安定な仕方で、同じらしき業務をやるものを導入したわけだったよね。他国、非常に反発があり、日本でそれやってしまうと非常にまずいという判断で、日本の当局はこれを許可していないわけだけども、かなり単純で安直な諸国家軍は、これを新たなサービス業として認知してると。IT とか、そんな、なんだろうね。余計な、褒め言葉みたいなものに即して、
新たな規制の緩和で自由な労働とかって話をするけども、いろんなものを破壊してると。いろんなものを不安定にして、かつ、元締めである、つまりネットかなんかで、顧客からのあれを拾って、それを配信するだけの人間が、ほぼ利益を独占して、当事者、運ぶ当事者には、最低のものしか渡さないようなものが、これが脱物質化ってんですね。脱物質化っていうのは、最終的にはどっかに付け回しするんだけども、その最たるものが株式市場であると。まさにその株式市場こそが、そのいわゆる情報を売る、その一番の切っ先なんだよね。それで、バカバカしい、Facebook とかが、株価、超とかについて、高値で取引されるわけだけども、その超もあるはずのない中身なんだが、それが、そんな風な額を得るってことは、どうなってるかっていうと、基本的には、将来の負債として誰かが負うってことなんですね。だから、脱物質化って言ってることの、その物質ならざるっていうのことは、平たく言えば、証券というのは、あれ、債券っていうのは、形なきものだから。土地は物件だけども、債券はまさにあれね、架空のものであるわけだから、その意味で、非物質的なもんであると。その非物質的なところを積み上げるというふうな意味で、そこが肥大化し、しかし、現在の動いているその債券の額っていうのは、米に直せば何億年かかかりそうなぐらいのそういう財価なわけだから、つまり将来の何万年分かの、何億年分かの米みたいなものを担保として、誰かが儲けてるってことなんだね。その様だったら、何年分だろうか分からんけども、サンマはもっと減るから、奥で効かないかもしれないね。まあ、いずれにしろ、イカとかサンマとかみたいな現物ではないものを、担保にして、かつそれは誰かの負債なわけだね。市場自身の負債、あるいは、第三国の付け、返す当てもないけども、付けとしてそれを負っている、まあ国債も同じことかもしれないけども、そういうふうな、架空のものですね。それが精神じゃなくて、脱物質化の基本的な構図なんだけども、ここで何が起こってるかを、再確認すると、それは今までの霊的なものとされていた、崇高なものとされていた精神的なものが、それが実際のところが商品化されているということなのであると。精神っていうのは、もともと物化し得ない、商品化し得ないっていうふうなところに、大きな意味があったとすれば、それが百箇中途入れ替わったような形で、むしろ、精神こそが、商品の、極致、つまりは、未開拓で、美味しく、かつ、ものじゃないから、いくらでもその付け回しが効くもんとして、発掘された、資本主義でこそ発掘し得た商品分野だったね。だから、つまり、ものだと、収穫量とか上限があるゆえに、必ずや制約があり、確かに来年の先物市場ってのはね、来年取れる米の先物市場ってこと意味あるけども、1億年後の先物市場なんて誰も買わないといえば買わないもんだけども、それが穀物ではない意味での単なる資本の、株券上の、株券って今存在しないから、あれね、
契約上の架空の取引額という点であれば、米と違って、いくらでも先へと伸ばせるわけだよね。その意味での、精神の物証化こそが起こっている。脱物質化じゃなくて、物証化の度合いが加速し、巨額化し、かつ範囲が広がってるっていうふうな意味で、マルクスの言う、イデオロギーすらもが物証化されるような時代となってるってですね。だから、脱物質化万歳じゃなくて、脱物質化する形で、我々の市場の領域が支配できる範囲が、以前にも増して、広がっている。ビッグデータとかも、すべて、精神的なものかもしれないけども、それもが商品となって。Facebook ってのはそういうことだからね。各人の、意図みたいなものを商品化する。何が欲しいっていうふうなことを商品として、情報として商品化するっていうふうなことなわけだから、その意味での、がんじがらめ度合いが広がるってことね。それを確認した上での話だけども、話しなくなったが、だが、田上さんの最後の話、腰を折ったところがあり、そこちょっと一緒にやろう。ちょっと待って。ネイコは、プレビューだ。これでね、その途中の話をと済んだらいいとして、ここだよね。ここやってないんだよね。ありがたいね。ここ大事だから一緒にやっとくと、そうそうっていうか、ここそういうことだよね。脱物質化っていうふうなことで、その商品化を推し進めるところにはあるわけで、いわゆるそのテクノロジー的な動向が、すべて害悪かというと、そう考えるのも早計であるって話で、ここね、環境保護のために役立ってると感じるものも多く存在するというのは、同意ね。オンラインツール。今やってるのもオンライン会議なわけだけども、この WebX とかで配信するってことは、移動しなくていいんだよね。飛行機に乗って見に行く必要ないと。各国の博物館みたいなものの展示資料みたいなものも、いながらにして見ることができるとなると、エッフェル塔の前に立って喜ぶ人は、エッフェル塔の前に立ちたいかもしれないけども、ほぼそれは意味のない話で、ルーブルに行って何するかって言ったら、絵を見たりするとすれば、それは、人だかり他人の後ろ頭じゃなくて、現物を実際に見ることができるとすれば、随分違うね。それだけでいながらにしてできるかもしれん。とうとう、いずれにしろ、今まで移動していた中国人とかが、パリに行って買い物することに意味があったのかっていうと、ほぼないですね。どっかのデパートで中国語できる店員かなんかに貸し付かれて、それでなんか誇らしい気持ちになって、一日数十万円使うことに意味があるかっていうと、ほぼないよね。で、そのために、飛行機の乗って、あれを、排気ガスを出す理由があるかっていうと、ほぼない。で、そういうふうなサービス業みたいなもので、暮らしていって、パイロットとか、こんな立派な仕事はないというふうに本人言ってたけども、このコロナ禍でみんな仕事あぶれて、なんとも言えないわけですけども、いくら客が困っても、もっと賃上げしろって言って、ストとか言ってたからね、以前ね。操縦してやらんぞって顔して、自分こそが、この世の生活を全て支えてるみたいな顔したけども、そんなことはなかった。パイロットいなくても、我々生きていけると。そういうわけで、今までの、商品に即してしかできないと思っていたことが、
そうでもない。まあ、確かに電気とか必要となるいろんな事情もあるんだけども、総点検できるよね。というふうなことで、まあ、日本が言うのも変だよね。日本は、こんな狂ったように、首都圏みたいな4000万人人が集まってる場所なんてのは、後進国しかないよね。4000万人集まっている割には、感染拡大がそれほどでもないんだけども、無茶な人間集めて、人間集まりゃなんとかなると思って、都市化して、地価を上げて、生活を不安定にしてっていうふうなことをやった環境省というか、日本の役所が言う話じゃないと思うんだけども、まあ、いずれにしろ、今までの無駄な産業みたいなことを、これを総点検し、それらが生き残らないようにする。まあ具体的なこと言わないけども、食べたら余計不健康になるようなものとかの、ああいう外食産業を、あれを第三次産業、サービス業の雛形と考えちゃいけない気がするよね。そうじゃないもの、やっぱりむしろ芋を作るとか、そんな風な話にするべきですね。その大きな転換、しかも有機農法等々、しかもそういうものに大事なものを見出して、そこに高額でも投入して、それを食べると。そんな形で、食生活の中身自身も改めながら、仕事が再構築される、その方向へと迎えうるよね。脱物質化的なやつ。その両義性を持っておる。まずい方にしか行かない方向にも転がってるが、そうでないものを細々と探す必要がありそうな気がするね。まあそんな話としようか。で、一応これ、プレビューを停止して、BB45 としては、ありゃ、ワードに行き、最後のね、年末論で、あれですね、ヘーゲルのまとめなんだね。授業では、ヘーゲルを悪口みたいに語ってたかもしれないけども、ちょっと実は事情が違っていて、そのヘーゲルのオリジナル議論と、アリューヘーゲル理解、アリューヘーゲル論っていうのが随分、まあ、差があり、大事なことをヘーゲルは提示したけども、そのまずいところだけ取り上げて展開したのが、後の時代って感じがするね。だって植民地政策を、まあ、擁護する議論にもなり得るけども、ヘーゲルが植民地大好きっていうかというと、そういう話ではない。とそのヘーゲルの議論の本体と、その後の展開、その後の誤解みたいなことを大きく分ける必要があるっていうのは確かで、そういう、ところをついてくれた話なんだよね。なので、ヘーゲル論として面白いんだけども、前から話をしてる、自分自身を展開するっていうふうな、自分自身の中に、まあ、いわば折りたたまれて展開できなかったものを、まあ、花開かせるっていうふうな、そんな、新たな、まあ、さっき最初の話で出た、市民みたいな位置づけね、それが、可能になった、可能にしようとした時代であると。で、そのための指標として、やはり個人っていうふうなことがあり得たわけね。だから最初のその佐川論とのつながりでいくと、その個人論というのは、2つの振幅を持ってるとして、自己実現っていうふうな言葉で今継がれていることの道を開きもしたってですね。事故なるものが阻害されていたというべきなのか、それとも、なんて言うんだろうね。
うまく調整されていたと言えるのか、まあ、いろいろとそこに議論があるわけだけども、そこをちょっと仔細に見ていく必要があるんだね。まあ、いずれにしろ、今まで抑えられていたっていうふうなニュアンスで考えた場合、国権その他、まあ、とりあえずは、最初の力を持った上級市民からすれば、自己の財産権が非常にその恣意的に抑制されていたっていうふうな意味で、共和国ならぬその王権国家において不利益を持っていた。かつそれを自ら処分できる形に転換したっていう意味で、さっきのあれね、人間と市民のための宣言、権利、人権宣言の、あのような、なんつうんだろうね、立場が打ち出されたことは一つの節目であると。そういう辺から始まっていく自己自身の自律的な自ら自分で律する、そういう展開というふうなことが可能となっていくわけだけども、その時の自己っていうのは、今まで様々な意味で、自由に振る舞うことができなかったって意味で、非常にその、なんつうんだろうね、自信を持ち、かつ、いろんな制限から、自らをほどきて、まあ、様々に力を発揮したことも事実なんだけども、ヘーゲルには大きな前提があったと。この話はさっき、現場でしなかったことだから、付け足すんだけども、ヘーゲルの自己意識ってのは、平たく言えば、世界のすべてを覆ってるっていうニュアンスで語られてるのね。ちょっと詳しい字は今説明しないけども。その自己意識のもとに、現れないものはないというふうなニュアンスにおいて、世界全体をまあ表象し表現することができるようなものとして、自己意識的な主体が考えられていたのね。それがヘーゲルの議論の出発点と考えて。で、その全てを覆い得る、全てをまあ平定し得るっていうふうな意味での自己意識を疑った。本当にそのカーっていうふうな意味で疑ったのが、その直後にで言えば、ショーペンハウアーとか、あるいは、マルクスなんですね。マルクスは、その自己意識っていうふうなものが、知らないうちに誘導されている、その意味でのイデオロギーに常に支配されているっていうふうなことを、まあ、その切り口で、そのイデオロギーをも含めた、その我々の意識的な活動、何を欲するか等々の意識的な場面をも、下から誘導しているものが、下から可能にしているものが、物質関係であるっていうふうに言ったんですね。だから、自分で支配していると思っている、その物に自分が支配されているっていう、その恐れはなかろうかって話が、それがマルクスの危惧であったと。それが同時に、それのみが、つまり物質関係の、その回転軸のみがその支配領域を広げて、人間のその欲望すらをも、自己実現しようという欲望すらをも100%飲み込んでしまうっていうのが資本主義の行き着く方向じゃなかろうかってですね。だから簡単に言うと、バカバカしい丸井の、丸井ってわかるかね、丸井っていうそのいわゆる百貨店があったんだけども、デパートがあったんだけども、その時の広告で、あれなんだっけ？あれ？フォアとどうなんだ？フォアというバイ、バイとバイってどこだっけ？家具はこうか。イズ、なんだっけ？ちょっと違ったっけな、ね、フォアという、こんなような、これに近いような感じの、そんな標語があって、何を買うかがあなたの本質を決める。あなたは買うもの次第だみたいな感じで、何でも買えっていうふうな、そういう身も蓋もない広告をやってたけども、自分を実現することが、商品を通してしかできなくなる、その意味で、
自己意識が商品化してしまうっていうふうな、その、恐れみたいなことをマルクスが、おそらくそのね、ヘーゲル以降最初にヘーゲル批判として展開したわけね。その後、そのフロイトもニーチェも、とうとういろんな意味で、その自己意識が、いわゆるその完全なものとして、すべてを上から平行するというよりも、むしろそのものによって、あるいはその以外のものによって生かされている、単なる祭り上げられた虚像でしかないんじゃないのっていうふうに、その自己意識を非常に制約されたものとして、制約されたものでしかなく、主人じゃない、従属者だっていうふうなことを語る試みが、それが現代の人ですね。マルクスも含めて言うとすれば、マルクス以降のその現代の思想であると。その自己って従前な力なの、すべてを自分でコントロールしてるの、むしろ単に商品に促され、それによって生かされ、意味付けられ、そして、おそらくそこで満足する、そういう上積みでしかないんじゃないのっていうのが、そのヘーゲル的自己に対する、後の時代の批判ということだね。そんな意味で、ヘーゲルの語ったことを、そしてヘーゲル以降に展開した、自己実現の動向全体を、再点検する試みが、これが、現代思想であり、その一部にその斎藤幸平論もあると考えるとね。そういうわけで、ヘーゲル的に言えば無意識とか、ミシェル・フーコーで言えば権力とかね、そんなふうな様々な目に見えない形で我々を取り巻き、その誰がというふうな形じゃなくて、むしろ皆がそこに巻き込まれて、皆がそれに促されてしまっている、一種の、なんつうんだろうね、無意識的な共同不法行為みたいな感じの、その大きな渦みたいなものが、我々の資本主義じゃなかろうかって言ってね。だから、どの会社の誰が悪いって話をできない形で、しかし、皆がそれを、支えてしまっている。その共同性みたいな渦。これを、どっから、その批判できるか、あるいはその外ってことを、どうやって見出せるかって話が、それが大事なんであると。その意味で、自分を点検してみたときに、自分が、いわゆる労働力としての商品でしかないんじゃないのか。その意味での時間単位で売る、自分を売るその商品でしかないんじゃなかろうか。自分ってのは、余暇の時だけそこから抜け出すことができるような、そのちょっとだけ隙間を持った、基本的には単なる消費財となっているのかっていうんだね。そしてあるいはその商品を買ってこそ自分が自分としてあり得るような、そういうものとで、に、であるのじゃなかろうかっていうふうな観点で、その、いわゆる自己ってことを考え直す必要があると。そういうわけで、ヘーゲルは、どっちかっていうと、人間であることは人間となるのであるっていうふうな意味で、ある意味で、何らか努力し求め、何か乗り越えるっていうふうな形で、こそ人間が、人間になり得る人間存在だっていうふうな、そういう、なんて言うんだろうね、国家弁明みたいなことで、生成する人間を語り、かつ、大人になろうと。初めからその型にはめられたもんとして、そこにあるのでしかないっていうふうな場面から離脱することを求めたわけなんだけども、なるっていうふうなことが、今の時代からすれば、
これまで泳がされていた自己を捨ててでもなるその自分っていうふうなものを見出せるかっていうふうな話なんだね。その点、まあ、ヒントとなり得るのが、マルクスの労働はいろんな時代、いろんな形態を持ったのである。その復習やらないけども、その一つが今といっても、マルクスの当時かつ今の時代までつながっている、いわゆるブルジョワ的な、資本制度のもとで人々が働かされるざるを得ない。そこでこそ生きていける。そこでしか生きていけない。つまり、賃労働という形でしか自分を生かせない。二重の意味で商品化された。自分も商品だし、商品しか周りにないっていうふうな意味での、そんな生産関係、そんな労働形態であるっていうふうなことなんだろうね。そのポストブルジョア的な、ポスト資本主義的な生き様がいかにあるかって話で、マルクスはなんかその弁証法的に前っていうふうな話になってるから、ちょっと我々が参考にしていけたかわかんないけども、斎藤幸平的には、そのむしろ横とか以前ね、ポリス的な、ハンナ・アレントとかもギリシャのポリスを参照するんだけども、以前もう捨てたというか、そこを後にしたと思われていた、そういう共同体としての別のところ、ギリシャとか古代日本とか、どの古代日本かちょっと言えないけども、そういうさまざまな別の自己意識とは違う目標けども、そのサガーロンに戻ると、その自己を単位としない意味での我々というのか、自分たちというのかね、それがコモンというふうな言葉の一つの意味であると。個人から始めていいのかって話を含んでいて、我々はその、とりわけその法学部的には、今の現存する個人の権利を保障し、その個人が従前に自らを展開できる場面として国家をというふうな、そんな意味での国家論を、手放さずにいるわけじゃが、それがまあ最善なのかって話ですね。それが最善なのかっていうのは、我々はまあ簡単に言えば、その個人っていうのを、まあ、名ばかりしてるに過ぎず、何でも自分でできるのかっていうと、とんでもないと。個人であることをむしろ持て余して、その時間の大半をどうでもいいような民放とか見て過ごしてないかって言ったね。民放見なくていいと。そんな風に、資本とか、その一部のマスコミに飼いならされている、その意味で、あれしたい、これしたい、これが面白い、あれが面白いっていうふうに言ってるような、その自己の何たるものかっていうわけですね。いや、自己と言えない、ヘーゲルからすれば自己と言えないようなものを自己と呼んでいて、それをその市民の現場と考えているわけだけども、まあ、はっきり言って、言ってしまうと、その捨ててもいいような自己しか持ってないんじゃないのって言うんだね。そのような自己ではないような自己をヘーゲル的に再構築するっていうふうなことが、おそらく、まあ、話の流れとしてあるわけで、その意味で、マスコミ的に、説明されないような、これこそが自分だっていうふうに言えないような、そういうね、何らかの事故ってことを考える必要があると。まあ、それがあれだね。ちょっと停止して、BB45 としては、これを出して。というわけで、なるんだよね。どんぐりの話でいいと思うんだけども、物体的には白いでんぷんだけども、つまり物質的には白いでんぷんかもしれないけども、そうじゃない場面として開くのが精神なんだね。ここでその対象となっていくっていうのは、その精神が外化するっていうふうなことで、
精神が物化するっていうふうなことなんだね。だからその物価っていうのは商品化するっていうふうなことにとどまらず、商品ではない別のその巨大なものになり得もする。大抵そうなっちゃうけども、そうじゃないものになり得もするっていうふうな話なんだね。まあそんなふうなわけで、アダム・スミスの関係とも一応言っておくと、お互いが、言ってみれば、同じ場面にいるけども同じではない。むしろ相互に補完し合う、相互においてこそ、それぞれが努めることにおいてこそ、それぞれの自分が実現されうるような、そんなふうな意味で、それぞれに同じところへと参加するっていうふうな意味で、そういうふうな意味での、共同性が、まあ、もともとの、ヘーゲルの市民社会的な場面とも言えるんだね。決して同じ方を向いてるとは限らない。むしろ、さまざまな競合関係自身が、さまざま否定を経てこそ、さっき言った大人になることができるっていうふうな意味において、そういう競争であると。それは決して商品をめぐる競争じゃなくて、精神をめぐる競争であるって言うんだね。その意味で、このヘーゲルの議論は大事であると。あと読んどいて。にゃーんと、あれして、もう一回戻るんだけども。や、これだ。上松さんとしては、あまり、いわゆる、労働者っていうふうな観点で考えてなくて、真の意味の起業家みたいな新たな精神を新たな形で世に提示するっていうふうな、そんなものとしての起業家みたいなもので自分を実現するっていうふうなニュアンスで考えてると思うんだよね。なので、どこに就職すればいいとか、どこの学校に入ればいいとかっていうふうな、その商品化された自己じゃない別の実現の可能性を考えてると思うんだよね。まさにそんなふうに、自分が他と違う新たなものをそこに付け加えて、そこでまあ、波紋を生じせしめて、そこでまあ共同体を更新していくっていうふうな、そういうニュアンスのものこそが実はポリスなんですね。ポリスってのはそんな意味を持ってんだよ。単に商品共同体じゃない。生産共同体じゃないと。その意味で、起業家であるっていうふうなことが、今必要なんだろうね。その上で言うんだけども、現在のその起業家みたいな立場は、結局その商品をうまくあれする、さっき言ったウーバーみたいな人の上積みを奪い取るような、そういうふうなものを、そんな意味で商品化をうまくやり抜くっていうふうなことを起業家っていうふうに言ってしまう節があるから、それではもったいないと。それで尽きる話じゃないと。そうじゃない意味での、まあ、真の起業家みたいなものが、おそらく必要なんだろうね。それが多分、ヘーゲル的に提示された、しかし、すぐに書き消されてしまった、つまり資本化されてしまった意味での、労働の意味を、奪い返すと。だからまあ、その意味では、真のヘーゲル主義とマルクスの議論は、かなり近いですね。かなり近いものであると。まあ、そんなことで、3つとも、まあ、話がつながってると思うので、並べてみたというわけ。じゃあ一応共有を停止して、BP45 としては、終わるんだね。今何分なの？長すぎたね。何分だっけ？1時間過ぎたね。そういうわけで、全部聞いた人はお疲れさん。そういうわけで、続きは、まあ、4章がね、非常に面白いんだね。というか、山田の話の、まあ、全てを乗り越えていこうとするのが、まあ、真のヘーゲル論としての、あるいは真のマルクス論としての4章である。そんなもんとして、後半期待ですね。で、一応録画停止して、ビデオ会議はおしまい。脱物質化だね。
じゃあお疲れさん。さよなら。